2011年1月22日、茨城県龍ケ崎市のアパートにて、私立大3年生の中島千佳さん、当時20歳が衰弱死しているのが発見された。2LDK のアパートには、横江直人、当時23歳、千佳さんの姉の中島由紀、当時22歳、派遣会社員の鈴木優、43歳の4人という奇妙な組み合わせで生活をしておりました。この奇妙な同居生活がなぜ始まったのか、そしてお姉さんがいながらも、千佳さんはなぜ衰弱してしまうことになったのか。本日はこの事件をお送りさせていただきます。さあ、今宵も行きましょうか。横江直人は会員80万人を超える大手音声投稿サイトである。声部に音声を投稿し、人気投稿者、人気部員として崇められ、多くのファンを抱えていました。声部というのは、ヒット曲や人気アニメのセリフのモノマネなどを投稿するサイトで、会員登録すれば自分の声を投稿でき、アニメファンや声優ファン、声優志望者が数多く集まっておりました。モノマネ以外でもユーザーが愛してる、大丈夫、怖くないなど特定のフレーズをお題として投げ、それに別のユーザーが自身の声で答えるコーナーなどもあったそうです。声でのやり取りから男女がオフ会に発展することが多く、出会い系としての機能していた側面もあったとも言われております。現状は廃止となっておりますが、その廃止を惜しむ声も多数上がっております。その声部で横江直人は得意のモノマネ投稿をしており、神とも称されるほどの人気を博し、多くのファンを抱えておりました。そのファンの一人に声優志望の中島由紀もいたのです。2009年の秋頃にサイトにあるチャット機能を利用し、徐々に二人は仲良くなっていきます。当時大学生だった中島由紀は声優志望だということを告げます。そうすると横江直人は、それなら東京に来るといいよと助言をいたします。2010年6月、大学を卒業した中島由紀さんは上京をいたします。茨城県龍ケ崎市に 2LDK のアパートを借ります。ほどなくしてその部屋に横江が住み着くこととなります。一部週刊誌の情報によると、横江直人と他の女性が住んでいた部屋に由紀さんが押しかけたという説もございます。この龍ケ崎市という場所に少し疑念が残ります。声優の専門学校は都内に多く、オーディション会場も都内がメインとなります。龍ケ崎市駅から新宿に行くとしたら、常磐線で日暮里駅まで行き、山手線に乗り換えなくてはいけなく、時間も約1時間20分も必要です。由紀さんが龍ケ崎市のアパートに住んだのは、横江直人が指示をしたのではないかとも言われております。仮に横江が他の女性と同棲生活をしていて、由紀さんが上がり込んだとしても、声優志望であれば龍ケ崎市のアパートと専門学校の中間地点を選ぶのではないかと思われます。由紀さんと横江が同棲生活をして、ほどなく出会い系で知り合った派遣社員の鈴木優、当時43歳も上がり込むこととなり、3人での奇妙な同居生活が始まります。この共同生活では、お互いをサイト内のハンドルネームで呼び合う奇妙な共同生活でした。3人はこのアパートを舞台に、みだらな生活を繰り広げたのである。近所の人の話では、共同生活を始めた時から横江らは3人は共に行為にふけり、近隣住民は体をしばく音と共に女性たちのよがり声を聞いたそうです。宅配便のスタッフも、ガウンを羽織った女性が荷物を取りに出てきた奥で
女性が手足を縛られていた姿を目撃しており、2人の女性は異常な行為に支配されていたと見られております。実際、派遣社員として働く鈴木の給料とユキの実家からの仕送りは全て横江が取り上げ、生活費に充ててえのだ。3人での共同生活が約2ヶ月過ぎた頃に、ユキさんが妹のチカさんに電話をし、遊びに来ないかと誘います。そしてチカさんは8月に龍ヶ崎市のアパートに遊びに行きます。チカさんは当時大学3年生で、9月には海外への短期留学の予定もあったのですが、アパートに行ってみると横江直人だけではなく43歳の鈴木優までいるわけです。この奇妙な生活から姉のユキさんを連れ戻そうと思い、留学をキャンセルし、大学には休学届を提出し、共に住むことを決意いたします。姉を連れ戻そうと画策するも、横江直人がイケボを武器に言い寄ってきます。次第にチカさんも横江の声の魅力に魅了されていくのです。告白したい、でもお姉さんの彼氏だからと思い悩んでいました。チカさんが住んでから1ヶ月くらいが過ぎた9月頃、横江はチカさんを夜の営みに誘います。真面目で姉思いのチカさんはその誘いを拒絶します。すでに王様として暴君と化していた横江は烈火のごとく怒り狂います。チカさんに暴力を振るい、食事制限を行います。暴君横江はさらには遊ぶ金欲しさに、ユキさんの親に対して詐欺行為を働きます。内容としては、横江は自らを弁護士と名乗り、ユキさんは1000万円の負債があるから毎月5万円返済してくれと電話をし、振り込ませたそうです。おそらくこの頃には43歳の鈴木優もお姉さんのユキさんも完全に支配され、善悪の判断すらつかないようになっていたのではないかと思われます。またチカさんは幾度も逃げ出すチャンスはあったのですが、180センチメートルを超える横江に怯えてなのか、姉を一人にすることができなかったのか、それとも横江に惚れていたのかは定かではございませんが、逃げませんでした。結果として2011年1月22日にチカさんは帰らぬ人となり、事件が発覚することとなります。この事件の裁判は2012年水戸地方裁判所にて裁判が行われました。週刊誌は横江直人の容姿をディスり、声だけでハーレムを築いた男と書き立てました。また40代の鈴木優もアニメのような甘い声で証言をしていたそうです。横江と鈴木は恋愛関係となり、その後も横江は働きもせず、サイトで女性を騙し金品を巻き上げていたそうです。鈴木は裁判時も愛する気持ちは変わらないと語ったそうです。横江は懲役10年を求刑され、懲役8年を言い渡されます。おそらく今は保護司のもと、養子縁組により名前を変え生活をしているのではないかと思われます。はい、ではね、ここからはナビゲーターである今宵がお送りさせていただきたいなと思います。まずその横江がやったことは絶対許されないことだと思いますんで、やっぱりね、こう今出てきていると思うんですが、しっかりと罪を償い切ってもらいたいなと思います。その塀から出たら、じゃあ 100% 許されるのかって言ったらそういうわけではなくて、やっぱりね、その仏教で言うとカルマっていう言葉もあるように、やっぱり残った人生の中で自ら償っていくっていう、そういう側面もありますんで、だからといってね、こう幸せになっちゃいけないかって言ったらそういうわけでもないんで、しっかりと罪と向き合って償っていただきたいなと思います。ただね、そのやっぱり私もモテなかった、まあ私もって言い方語弊がありますね。私はちょっとモテない人間なんで、若干ちょっと気持ちがわかる部分もあるんですよね。こう、例えばその、モテない人間としては、やっぱりモテてみたいなとか、こう、
ずっと手に入らなかったものが手に入ったりすると今度手放す、またその自分の手から離れていくのが怖くなったりするんですよ。だからこう必要以上に束縛してしまったり、またはねその過激なことをまあ私はしないですけど、まあ淡泊なんでして、そっちの方向でこうインパクト付けるっていうようなことをしたんじゃないのかなと思うんですよね。とかいう私もやっぱりね、その本当自分に自信がなかった人間であり、 部男の部類に入りますんで、まあやっぱねこう束縛と言いますか、そのどうしたら離れないんだろうっていう、つなぎ止めることができるんだろう、そういうことをやっぱ考えてた時期っていうのも現にやっぱありますんで、それが発展してしまったり、またはねそういう人がこう王様みたいになってしまうと、まあ慣れの果てみたいになってしまうのかなっていう気もちょっといたしました。またねこれってある種その宮崎努にも通じてくる部分もあるんじゃないのかなっていうふうにちょっと個人的には思った部分がありまして、というのもそのやっぱりアニメ系が好きな方っていうのはそっちの方面もアニメ系のそういったものが好きだったりする傾向がやっぱあるそうなんですよね。でそういう方ってやっぱそのなんて言うんでしょう、リアルとバーチャルの線引きを超えてある種バーチャル寄りなところに侵入してしまう傾向もやっぱあるんじゃないのかなっていうふうに思うんですよ。まあそのリアルの世界でまあそういうのを楽しまれている方もいらっしゃいますが、まあ多分いるんだろうなって、これは憶測です、わかんないです。多分ねその一線を越えてしまってる部分もあるのかなって、なんて言うんだろう、多分こういう行為をや行動してる時に頭の中でそのアニメのそういった系のものがこう同時に流れていて、どっか第三者的に傍観してる自分もいたんじゃないのかなっていうような気がします。なのでそのやっぱねそっち系の愛好家っていうのもいらっしゃると思うんですが、やっぱりねその第三者的にあまりもそういう第三者的に見るんじゃなく、やっぱりやってるのは自分だよ、でその先にあるそのバーチャルではなくてリアルとしてやっぱ考えることも必要なのかなと思いました。まあ本当ね寂しかったり何かあったらやっぱそのコメント欄で一緒にやり取りができればなとは思います。ではまたお会いしましょう。チャンネル登録高評価コメントよろしくお願いいたします。ありがとうございます。